どうも山田です読書の話題が続いてますが、えー、本、ね、読む時に僕はあの赤ペンでどうしても線を引いたりとかあーこうメモを書き込んだりとかしてしまう、えー、癖があってですね、えー、これ何度も言ってますけれどもあの思いついたことをその場でメモしていくと。 ページの余白の部分大半に赤いペンでメモが入っているページなんかもあったりして、えー、っとそういう本、まあ、自分の身の回りにはそんな本ばっかりになっているので、えー、あるテーマについて何か文章を書いてくださいとかっていうふうに依頼をされた時には、えー、っとそのネタに近いような本をだと選んできて自分の本棚から持ってきて。 でそれをこうペラペラめくってるとめちゃめちゃ赤で書いてあるところがあったりしてそれは自分の意見が書いてあるのでその辺の意見を読みながら「あこの,この時こんなこと考えてたんだな面白いな」とか「思い出した」っていうのを、うん、とパソコンの方に移していくというようなやり方をすることが多いんですね。でその後々楽なので読んだ時はもう何も書き込まないというのがすごいもったいない気がしちゃうんですよね。こうせっかく今読んでるなら ね、その文字を目で追うっていう僕にとってとても疲れる作業をせっかくやってるならこれいつか何かの役に立てたいなと思ってあの必ずその時に思いついたことをメモしちゃうで関連しているような本の名前だったりとかあ理論のこう名称だったりとかそんなのをこうどんどん書き込んでいってしまうっていうようなことをやりますが故に本を読む速度が遅いのとあそれから、えー、っと横になって、えー、本を読むことができないですというのは あの書き込もうと思っても重力に逆らってますからえっと液体がどんどんこう逆になってしまってですねそのうち霞んでっちゃうんですねボールペンがね宇宙ボールペンみたいなやつだと大丈夫なのかもしれないですけど普通のペンだとですねあのちゃんと出なくなっちゃうっていうことになりますあとそのペンはですねちゃんと一回出なくなっちゃうと次から下向けて一生懸命やろうと思っても出が悪くなるっていうタイプのペンもありますねなので横になって ペンを使うのは結構そのペンのインクがまだだいぶ残ってるのに、えー、使えなくなってしまう可能性が高いなと思ってますそんなことないのかなあれは僕の使い方が悪いのかななんか一回なんかねカスカスになると次から何か振ってもですねどうも出が悪いんですよねそこが固まってしまったのかなインクが空気に触れるのか何かわかんないけどということがよく起きていてだからまあ やっぱりちゃんとこう起きた姿勢で書,か書いたりしなきゃいけないだから初見台とかもやりにくいですねその抑えにくいので、えー、書き込みにくかったりするしとはいえ首が痛い人ですので、えー、っと机の上に本を置いてでこうこういう前のめりのまま書,く書きながら読むって言うと後ろがめちゃくちゃ痛くなりますこれが一番書きやすいのは書きやすいんですけど と,いうことでちょっと今はあまあちょっと後ろにこういうリラックスした感じで本が読めるような椅子を買いそこにちょっとだけあの斜めにしながらこう描いていくってことをやっています。でそのためのペンがですねまあ家とか部屋のあらゆるところに置いてあってそれでこれらはですね実はもう中身が入ってないペンなんですね。 この中が抜いてあるペンなんですけどこれはどこのなんだろうなユニユニボールシグノっていうやつで三菱のマークが書いてあるから三菱ボールペンなのかもしれませんがユニボールシグノってやつが一番好きでそれの0.28っていう細いのが好きですその線引いて自分が思ったことを細かく書き込んでも文庫本とかでも余白に書き込むことができるのでえー、っと0.28が気に入ってるんですね でえっと、赤いペンで書き込むこともあるんですけどなんか本の中に赤がちょっときつすぎるなって思ってた時期があってオレンジにした時もありますねちょっと、えっと、主張を下げるというかオレンジ色で書き込んだり線を引いていた時期もあってだからあのペンはオレンジとかあの赤とかがたくさんあるんですがこのユニボールシグノのですね0.28は、えっと、割と 出なくなくるのが多いんですよ多分ですね細くしししようとしたからからもしれないですけどね0.28という相当細くしようとしたからかもしれないんですがまだインクかなり残ってんのになと思うんだけど出なくなっちゃう。でそれよく起きるのがこの寝ながら描いてる時にかすれてしまった「ああいかんいかん」っつって振ってからがもうダメみたいなのが結構多くてボールペンってそういう特質があるのかもしれない。 と思ってはいますがただあの普通に書いてる時でも結構ねかすれてきちゃってあれまだまだ9割インク残ってんじゃんって思うのに書、えー、けなくなることが多いで当初はですねあの1本ずつなんか書けなくなったらもう仕方がないからもう捨てて新しいやつ買ってたんですけどどうもこう中の替えの芯のようなものがあることが分かってでその芯をたくさん買っておいて、えー、出なくなったらここに入れてはこう書くと。 本本本に3本に1本ぐらいは途中で出なくなくってますねだから2本ぐらいは全部使い切るんですけど3本目に途中でもう半分以上残ってるのに捨てなきゃいけないことになったりする時もあったりしてなんかちょっと確率が悪いなというかですねこの33%は捨てなきゃいけないっていうのはなん,かなんか納得いかないななんて思ってたんですがあまり。 まあでももう僕はこれが気に入ってるんで、これ以外のねペンを探そうと思ってなかったんですね。それで長い間、もう10年以上、このペンだけを使って、本を読む時にはこのペンが周りにないと機嫌が悪いんですよ。なんかだから財布の中にも入れてあるし、えー、っともちろん筆箱みたいなものの中にも入ってるし、家の中にもあの寝るところにも、本を読むところにも、仕事するところにも。 2本ずつぐらいはこれがあって、あとストックの中にも、うん、何本か入ってるというあのそんな状態を続けてきたんですがやっぱりこの出なくなる率の高さのようなものに納得がいかなくなってきてで他にないのかと0.28は他にないのかと思ったらですねあったんですよでしかもですよ多分ですね こ,のこうやって取るタイプですよねこれはねユニボールシグノこうやって蓋を取って書くタイプなんですけど、えっと、ノック式のやつがあってですねカチャッてやると出てくるやつがあってこれはあの蓋取るより楽なんですよねあのページを押さえている時にこうやって取らなくて済むのでこれで書けるっていうしかもこれがユニボールシグノなんですよ 改良されたんですよねね多分ね違うのかななんかよくよく見るとこっちはユニボールシグノ RT って書いてあってこっちはただのユニボールシグノなんですけどね RT しかも R はラウンドかなんかなんじゃないかと思うんですが説明を見るとこのボールペンってボールになんかこうこうね先っぽがあってボールがあるんですけどここがですねその 先っぽのボールを挟み込んでいるところの横がラウンドしてるらしいでしょディテールというか細かいところで言うとここが丸いから描いている時にそのボールペンのここが引っかからなくて済むっていうちょっと鉄がカリカリってなるようなね時がありますけどあれがないんですってここが丸くなっているからより描きやすいとだからボールペンのボール自体はまあちゃんと回ってるんでしょうけどそれを取り囲んでいるペン先の部分がなんかちょっとね 端っこが、ま、丸く、面取りしてあるというか、ラウンドになってるらしいんですね。お、そりゃいいじゃないかってことで、早速5本だけこれ、買ってみたんですよ。買ってみて、この2日間ぐらい使ってるんですけどね、いいですね、これね。今んとこいいですね。替えもあるそうです、これ。中の替え、替え芯というんですか、インクの替えもあるから。 うーんこれでいいんじゃないだろうかと。でこの旧来のユニボールシグノのこっちの方は今もう売ってたんですけどねネット上では売ってましたけど赤の0.28はなんかあんまりなかったですね。なんか調べると大体こっちになってきていてだから同じ悩みを抱えてる人が多かったのかもしれないですねこのペンを取ってこうやってやる結構みんな線引いてたのかな本に。なんかここ ノックの方が、になってで、あと途中で出なくなってしまう率も高かったんだよこい。この前のやつがね。今回のやつはなんかちょっといい予感がしますね。えー、なので今は、これでスラスラと線を引きながら、ちょっとカリッて引っかかるところもあんまりないですね。文字書いてても。うん。で、今のところまでよ出はいいです。とても出はいいので、えー、ちょっとこう、こいつを財布の中にも入れ、 読書するところにも、えー、寝るところにも、仕事するところにも。だから5本しか買ってないんで、ちょっと少ないんですよね。なかなかまあ良かったので、もうあと10本ぐらいこれは買っといた方がいいのかもしれない。と思ってますね。で、15本ぐらいこの容器があれば、あ,あとはあのなくならないように中をこうどんどん変えていけばいいかなと思ってますね。赤ペンはとにかくね、至るところに置いておきたい人間なんですよ。<laughs> なので、赤ペンを。 ちょょっとと新しししい赤ペンに変えるとこれどうしましょうまね今までのこの開いちゃったやつねこれもなんかでも,もう使い道はないだろうからこういうのをね置いとくとまたあのいろんなものが家に溜まっていってしまうということになりますからまあ処分かなもうちょっとこいつを新しい方のを使ってみてなかなかいいっていうことになればあのこっちに、えー、乗れ換えたいなというふうに思って ということで今日は赤ペンの話しかしなかったなはい赤ペンよく使いますでえっとそれで今その時に考えてることをね、えー、本に書き込むだから10年後ぐらいに見るとなんだか浅いこと書いてんなと思う時もありますねあと何枚行きだな若いくせにこいつ著者ね大御所の著者に向かってこんな書き方してんのかっていうふうに反省する時もありますねだから自分の本を人に貸したくないんですよね 貸したくないんですよそのそれを見られるからこう生意気に書いてるわけですよ意見ねこの辺のやつこれは違うと思うとかですねここは矛盾しているとか何かね結構いろいろとややこしいこと書いたりもしてたりしますからそういうの見られるとちょっと恥ずかしいなと思っててうちのスタッフたちに自分の本を貸すこともほとんどないですね一時期はあの僕の本が事務所にずらっと並んでたので、えー、うちの若いスタッフたちもみんな あのその本は自由に見ることができたしその時はだいたい僕の,そのメモとかをあの読むことができたんですけど今はちょっと僕自分の個人的な仕事場の方に本を全部引き上げてきちゃったのでうちのスタッフたちも僕のメモを見ることはできないという状態になってて少し心穏やかになりましたあれはちょっとやっぱ恥ずかしかったんでね生意気なこと書いてて20代とか30代に書き込んでる本もありますんで、えー、そういうのはまあでも。 後々のことを考えるとなんかちょっとメモをしておきたいなっていうふうに思いそう思うと結構重要なのが赤ペンで書きやすい赤ペンが身の回りにいつもあるという状態を担保しておきたいじゃあその書きやすい赤ペンって何なのかっていった時に今僕はユニボールシグノの RT ってやつが一番書きやすいんではないかというふうに感じているということですはいどうもありがとうございました